地獄の辞典におけるプルフラスの差し絵プルフラスは、ヨーロッパの伝承に登場する悪魔の一人、ブファス、ブザスとも呼ばれる。16世紀の石洋販売ヤーがその著書である、悪魔の義王国で紹介するところによると、地獄の大君主にして公爵である。闘争、戦争、不和、疑瞞をもたらす力を持ち、一部は、座天使、一部は、天使からなる26の軍団を率いる。 同時代の著述家、レジナルド・スコットは、著書、妖術の開事にて、悪魔の義王国を英語訳して紹介しているが、プルフラスは、リストから欠落している。悪魔の義王国と同盟の悪魔が多数登場している、グリモワール、ゴエティアでもプルフラスは登場していない。18世紀以降にルーフしたと考えられている、グリモワール、大王儀書によれば、 地獄の大将であるサタナギアという悪魔の配下にあると言う。フクロウの頭部をした姿で現れるが、かつてはバベルの塔に住まい、塔を取り巻く炎の姿をとっていたとも言う。19世紀の著述家コランド・プランシーが記した地獄の実典では、本文にてフクロウの頭部を持つとされているにもかかわらず、ライオンの頭を持ち熊に乗ってラッパを掲げる挿絵が付けられている。 古代の文献にて、ライオンの頭を持ちクマに乗って現れるとされる、プルソンという別の悪魔に対して、この挿絵が用いられていることがある。AB、サダマナーキアデーモヌムハット AB、地獄の辞典、243ページ。ザブックオブセラモーニルマジック、P187 例えば、西洋魔物図鑑、81ページ。 ISBN 978から48億8135万4186ありがとうございます。